おはようございますえただいまから総務消防委員会を開会いたします本日は政府委員長御選後最初の委員会ですので私の方から一言ご挨拶を申し上げますこの度総務消防委員長の従席を仰せつかりましたが円滑な委員会運営ができますよう公正公平にかつ精神性に努めてまいりますえ副委員長をはじめ 委員のの皆さん方の絶大なごご支援とご協力をよろしくお願いいたしますなお副委員長の委員長職務代行の順位でありますが島本教授副委員長山本陽子副委員長の順でお願いをいたしますそれでは初めに委員会運営にあたりまして委員の皆様にあらかじめお願いしたいことを申し上げます初めに本委員会のモニター中継等についてでありますが昨年度と同様 モモニニタタターーー要にに基づき中中継継をを実施すするとともにインターネット中継を行いますこのため委員会での発言につきましては必ず委員長の指名を受けてからマイクを用いて行っていただきますようよろしくお願いいたします次に委員会室におけるパソコン及びマルチプロジェクターの使用についてでありますまずパソコンについてはノート型パソコンまたは キーボードを接続したタブレット型パソコンを使用することとし委員会審査と無関係な用途に使用しないこと委員会審査の録音や撮影は行わないこと電子メールの送信などはしないこと他の委員の迷惑になる行為を行わないことなど使用基準に基づいて使用していただきますようお願いいたしますなお出席を求められた理事者や指定記者にも 使用基準等の遵守を条件にパソコンその他情報通信機器の使用を求めますのでご承知おき願いますまたマルチプロジェクターについても使用される日の3日前までに届け出をするなど使用基準に基づいて使用していただきますようお願いいたします次に委員会室における携帯電話の取り扱いについてであります本委員会においては原則として 携帯電話を持ち込まないこととしやむを得ず持ち込む場合も必ずマナーモードにするなど委員会運営の支障にならないよう皆様のご協力をよろしくお願いいたします次にここであらかじめ本委員会の運営方法について申し上げますまず集中審議機関外の委員会における局等の審査順は審査案件がある局等を ローテーテションで順番に呼び込むことといたします次に委員会説明員の出席については、付託議案審査、報告聴取、請願陳情審査、一般質問ごとに関係する理事者のみの出席を求めることとし、特に報告聴取については、案件ごとの理事者の理解を認めることといたします。 次に、一般質問の取扱いについてであります。一般質問については委員会開会1会長日前の午後1時までの事前通告制としておりますお申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願いますこの一般質問および請願陳情審査は関連質問も含め1局ごとに 各会派に割り当てられた時間内で行っていただきますので、よろしくお願いいたします。以上、ご了承願います。それでは、本日の委員会についてでありますが、各局等から、理事者紹介と事務事業概要の説明を聴取するとともに、行財政局関係で、不宅議案2件の審査、報告1件の聴取、及び一般質問を、 次に、総合企画局で陳情一件の審査を、最後に消防局関係で一般質問をそれぞれ行うことといたします。各局等の審査順につきましては、会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、行財政局、総合企画局、消防局の順で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 委員および理事者におかれましては、的確かつ簡潔な質疑、答弁を行っていただくなど、円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いいたします。最後に、本日は議会活動に関する情報発信の充実に向けた写真撮影を行いますので、ご承知をお,お願いします。それでは 会計室の理事者理事者の紹介をお願いいたします。人だ会計管理者お願いいたします。おはようございます。おはようございます。会計室でございます、えー、今この度、会計管理者を拝命いたしました。人材を資料でございます。よろしくお願いいたします。えー、公金の収入支出をはじめとする会計事務は、全ての施策事業に関わる組織運営上、最も基礎的な業務でございます。 また、その公正、適正の確保は、市民の皆様への説明責任を果たす上で、極めて重要なことだと考えております。司会の先生の皆様のご指導、ご意見を賜りながら、しっかりと業務を遂行してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げまますすそれででは会会計計室のの理事者を紹介申し上げます会計室長の長谷川雅でございます。 それでは着席していただき引き続き事務事業概要の説明をお願いいたします長谷川会計室長、はい、着席して説明してくださいありがとうございますそれでは会計室の事務事業概要についてご説明いたしますお手元の令和6年度会計室事務事業概要の 1>, 1ページをご覧くださいまず機構についてでございます会計管理者については地方自治法に基づき普通地方公共団体に必ず置くこととされており本市の会計事務を司っております会計室はこの会計管理者の補助組織として本市の規則により設置されており職員の総数は現在25名でございます 次のページをお開き願います。事務事業の概要でございます。会計室におきましては、会計、金銭会計事務及び物品会計事務を担うとともに、それらに関連する事務を執行しております。主な事務につきましては、まず、括弧1、書務でございますが、室の庶務、労務、経理のほか、 所管事務に係る連絡調整を行っております次に括弧に検査指導及び物品会計事務でございます物品会計に係る連絡調整や金銭関係会計及び物品会計に係る各所属への検査指導のほか物品の再活用促進返納物品の整理不要物品の 売却等に、関する事務を行っております弧3。現金の水筒及びえ保管ならびに決算調整事務でございます。公金の収納事務や決算の調整、日々の現金の水筒及び保管、本市の公金を取り扱う金融機関等に対する検査等を行っております。次に、括弧4。 審査関係事務でございます。支出命令等の審査や、新えーえー、生産所に関連する事務を行っております。その他か、カッ5、指定金融機関に関連する事務や、カッコ6、公金収納等のデジタル化に関する事務を行っております。以上が会計室の事務事業,が事務事業の概要でございます。 これらの事務を執行するにあたりましては、公金が市民の皆様からお預かりした大切な財産であるとの基本認識のもと、適正な会計事務の確保に努めてまいります。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。以上で、理事者紹介および事務事業概要の説明を終わります。以上でで会計室を終わります。理事者お疲れ様でした。 次の選挙管理委員会事務局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは、選挙管理委員会事務局の理事者が参りますまで、しばらくお待ち願います。うん それでは選挙管理委員会事務局の理事者理事者の紹介をお願いいたします松浦事務局長よろしくお願いしますはい、おはようございます選挙管理会事務局長の松浦拓也でございます選挙管理委員会は選挙の執行機関として民主主義の根幹をなします選挙の公正、適正かつ正確な管理執行に努めるとともに有権者の政治意識の向上に向けまして あらゆる機会を通じて政治や選挙への関心を高める啓発に全力で取り組んでまいりますそれでは選挙管理課事務局の理事者を紹介いたしますえ次長の寺井一郎でございます以上でございますよろしくお願いいたしますそれでは着席していただき引き続き事務事業概要の説明をお願いいたします 寺井事務局次長、客席して説明してください。ありがとうございます。それでは、選挙管理委員会事務局の事務事業概要につきまして、ご説明申し上げます。お手元の令和6年度選挙管理委員会事務局事務事業概要の1ページをご覧ください。まず、機構役付職員一覧でございます。選挙管理委員会は、地方自治法の定めるところにより設置され、4人の委員により、 組織される合議制の執行機関でございますこれを補助いたします事務局は事務局長の下次長選挙課長及び書務選挙啓発の3名の係長を配置しております職員は総数11名でございますまた同じく地方自治法の規定により各行政区にも区選挙管理委員会が設置され投開票事務の管理執行及び選挙人名簿の調整事務等を所管しております 選挙管理委員会事務局の体制は、地域力推進室の室長が書記長を併任しており、以下、次長、係長、専任の書記2名を配置しております。また、西京区落斎市長、伏見区深草市長及び第五市長につきましては、3次、副3次を配置しております。次のページをご覧ください。事務事業の概要でございます。選挙管理委員会事務局では、 選挙管理員との連絡調整や委員会の議事等に関する事務選挙や直接請求に関する事務の管理のほか区の選挙管理委員会事務局の指揮監督を行っておりますまた選挙が公正かつ適正に行われるよう市民の政治に対する意識の向上を図るため啓発事業に取り組むとともに選挙時には選挙期日投票の方法等の周知に取り組んでおります 令和6年度は任期満了に伴う選挙の執行は予定されておりませんが、衆議院解散に伴う総選挙や、憲法改正に伴う国民投票の執行等が決まった場合は、速やかに予算を確保し、対応いたします。以上で選挙管理事務局の事務事業概要の説明を終わらせていただきます。よろしししくお願いいいたた。ままます。す。ありりがとうござ以以上上で、で、理事事事者紹介及び事務事業概要の説明を終わります以上で 選挙管理理委員会事事務局を終わります理事者お疲れ様でしたえ次の監査事務局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは、監査事務局の理事者が参りますまで、しばらくお待ち願います。 それでは監査事務局の理事者理事者の紹介をお願いします長瀬事務局長お願いいたしますおはようございます監査事務局でございますこの度四月一日付で監査事務局長を拝命いたしました長瀬浩二でございますどうぞよろしくお願いいたします監査事務局におきましてはすべての局の事業につきまして財務事務の適正な執行また 交通事業、上下水道事業といった収益事業の効率的、効果的な業務の推薦につきまして、監査業務を行うことによりまして、市政の公平・公正な推進、また市民の市政の信頼向上に努めているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、監査事務局の理事者につきまして、ご紹介させていただきます。 委の杉田真由でございますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは着席していただき引き続き事務事業概要の説明をお願いいたします杉田事務局次長着席して説明してくださいありがとうございますそれでは監査事務局の事務事業概要についてご説明申し上げます 監査委員は地方自治法の定めるところにより設置される6人制の執行機関であり定数は4人でございます監査事務局はこの監査委員の事務を補助する組織として条例により設置されているものでございますお手元の令和6年度監査事務局事務事業概要の1ページをご覧ください第1機構役付職員一覧でございます事務局の組織は 事務局長次長のほか監査企画課長財務監査課長工事監査課長等を置き職員総数は25名でございます2ページをご覧ください第2事務事業の概要でございます監査事務局は監査員の補助組織として監査員の命を受け監査等に関する事務を担当しております 内容といたしましては、括弧2、定期監査および財政援助団体等監査、確保3、住民監査請求監査、確保4、市長の要求に基づく監査等、括弧5、決算審査および基金運用状況審査、括弧6、健全化判断比率審査および資金不足比率審査、括弧7、内部統制評価報告書審査、括弧8、例月追悼検査、 各個 9, 9の外部監査につきましては、行財政局において外部監査人の選考、契約の締結等の事務を行っており、監査事務局では外部監査人と監査の対象部局等の連絡調整等の事務を行っております。監査事務局の事務事業概要についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 以上で理事者紹介及び事務事業概要の説明を終わります以上で監査事務局を終わります理事者お疲れ様でした次の人事委員会事務局につきましても休憩せずにおこないたいと思いますのでご了承願いますそれでは人事委員会事務局の理事者が参りますまでしばらくお待ちください それでは人事委員会事務局の理事者理事者の紹介をお願いいたします牧事務局長お願いしますおはようございます人事委員会事務局長の牧刑事でございます中立的で独立した人事行政の専門機関といたしまして公正公明な公平な人事行政の推進に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします それでは人事委員会事務局の理事者をご紹介させていただきます次長の坂根智子でございます坂根でございますどうぞよろしくお願いいたしますそれではあ着席していただき引き続き事務事業概要の説明をお願いいたします坂根事務局次長着、はい、席して説明してくださいはいありがとうございます、えー、それでは人事委員会事務局の事務事業 の概要につきましてご説明申し上げます。人事委員会は地方公務員法等の定めにより設置されており、3人の委員によって組織される合議制の執行機関でございます。この人事委員会を補助する組織として事務局が設けられております。それではお手元の令和6年度人事委員会事務局事務事業概要の1ページをご覧ください。まず、第1、 機構・役付け職員一覧でございます。事務局の組織は、事務局長、そして任用課長の事務を取り扱っております次長のほか、調査課長、書務係長、試験係長、調査係長、給与係長、及び担当係長を置き、職員数は事務局長以下合計17名でございます。次のページをご覧ください。第2、 事務事業の概要でございます。人事委員会事務局におきましては、事務局の書務、人事委員会の議事及び運営、職員採用試験、採用選考、承認選考、及び係長能力認定試験、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する制度の調査研究、給与に関する報告、勧告、 不利益処分の審査請求のほか労働基準監督機関の職権行使などの事務を行っております人事委員会事務局の事務事業の概要についてのご説明は以上でございますよろしくお願いいたします以上で理事者紹介及び事務事業概要の説明を終わります以上で人事委員会事務局を終わります理事者お疲れ様でした 次の行財政局につきましても、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは、行財政局の理事者が参りますので、しばらくお待ち願います。 それます危機管理官の広瀬でございます防災危機管理担当ちょっと待っていてもらってよろしいですか、はい、それでは行財請求の理事,者、うん、理事者の紹介をお願いいたしますではしし広瀬危機管理官お願いいたします、はい、危機管理官の広瀬でございます防災危機管理担当局長を兼務いたしますどうぞよろしくお願いいたします観察官の藤田博史でございます人事担当局長を兼職しております引き続きよろしくお願いいたします 行財政局長の西村健でございますどうぞよろしくお願いいたします以下私の方から理事者の紹介をさせていただきます財政担当局長の神田博之でございます統括監査員でコンプライアンス推進室長を兼職しております三谷博之でございます 総務部長の大江昭夫でございます。大江です。よろしくお願いします。ふるさと納税企業版ふるさと納税担当部長の土井理恵でございます。どうもよろしくお願いします。サービス事業推進室長の山内正代でございます。 防災危機管理室長長のの和田ででごござざいいまます。いいます。人事部長の秋山財政室長の稲波義行でございます。 行財政改革担当部長の小笠原進でございます資産イノベーション推進室長の萩原宏一でございます学校跡地活用促進部長の岸根育郎でございます。 関財契約部長の山口哲次でございます。税務部長の佐藤真一でございます。 市税事務所市,市税事務所長で市民市税事務所市民税室長を兼職しております古川達也でございます。古川です。おどよろしくお願いします。市税事務所固定産税室長の吉田隆でございます。 市政事務所納税室長の田畑淳でございます以上どうぞよろしくお願いいたしますそれでは着席していただき引き続き事務事業概要の説明をお願いいたします では大江総務部長着席して説明してくださいはいありがとうございますそれではお手元の総務消防委員会資料令和6年度行財政局事務事業概要に沿ってご説明いたします表紙をおめくりいただき第1機構役付職員一覧について1ページから7ページに記載しています行財政局は4部5室 11課1事業所で構成しており組織・人事・財政・防災危機管理に関する事務などを所管しております8ページをご覧ください第2事務事業の概要では行財政局で所管している事務の概略を記載していますはじめに総務部です1総務課は局の書務・人事・労務・経理事務及び議会に関する事務のほか ふるさと納税、企業版ふるさと納税に関する事務などを行っています。二、法制課は、市会議案等の重要な決定書案の審査や、本市の業務遂行上の関係法令の解釈、及び訴訟等の事務などを行っています。三、庁舎管理課は、市庁舎の維持管理、警備業務など、庁舎管理に関する事務や、市庁舎整備に関する事務及び、 常用自動車の車のの両管理輸送管理理輸送などの業務を行っています9ページにお移りをいただきまして4総務事務センターは職員の給与支給に関する事務支出等の審査に関する事務のほかそれに必要なシステムの運用管理を行っています次にサービス事業推進室です都心部や主要観光地等における美化活動 京都市違法駐車等防止条例に基づく違法駐車等指導啓発京都市自転車安心安全条例に基づく自転車利用ルールマナー指導啓発局区等が行う事業運営の支援や各種調査等を行っています次に防災危機管理室です危機管理国民保護協議会国民保護計画などに関する事務や 防災会議災害対策本部地域防災計画などに関する事務及び原子力災害対策に関する事務を行っています十ページをご覧ください次に人事部です一人事課は組織及び職員の定数等に関する事務職員の任用等に関する事務職員の育成及び組織の活性化に関する事務や職場の衛生管理安全管理に関する事務などを行っています 2給与課は職員の給与勤務時間等の勤務条件の管理や職員の公務災害等に関する認定保障及び給償事務などを行っています3構成課は一般財団法人京都市職員構成会及び京都市職員共済組合を所管し職員の福利構成保険年金等に関する所事業を行っています11ページに移りまして 次に、コンプライアンス推進室です。コンンプライアンスの推進に関する事務職員の服務観察や業務観察公正な職務の執行の確保に関する事務などを行っているほか違法行為に関する通報相談を受け付けるための公益通報処理窓口や行政不服審査法に基づく審査請求等に関する事務を行っています。次に、財政室です。 財政の調査及び計画に関する事務、資材の発行等に関する事務、予算に関する事務、京都市基本計画及び行財政改革計画に関する事務、行政運営の効率化及び適正化に関する事務、公共施設マネジメントの推進や外郭団体の企画調整に関する事務を行っています。次に12ページ、資産イノベーション推進室です。<laughs> 公有財産の有効活用や効率的な管理に関する事務広告事業やネーミングライツに関する事務学校跡地活用に関する事務などを行っています13ページをご覧ください次に関財契約部です1資産管理課は公有財産の管理に関する事務私有債権に関する事務不動産の鑑定及び評価に関する事務 公共用地等の取得に関する事務私有地の境界明示測量に関する事務地籍調査に関する事務土地開発公社に関する事務などを行っています14ページの中ほどから2契約課は物件の研修に関する事務契約に関する履行調査指導に関する事務京都市公契約基本条例に基づく事務競争入札参加者の資格審査に関する事務 工事その他の請負契約に関する事務などを行っています。次に15ページ、税務部です。1、税制下は、市税制度の規格立案に関する事務、市税条例等の制定、開廃及び市税等の法令解釈に関する事務、非居住住宅利活用促進税に関する事務、宿泊税に関する事務などを行っています。 16ページに資産税課は固定資産の評価に関する事務固定資産税及び都市計画税の付加事務の管理等に関する事務などを行っています次に市税事務所です1市民税室は個人及び法人の市民税入当税事業所税の付加に関する事務並びに市税にかかる証明に関する事務などを行っています17ページ 2固定資産税室は土地および家屋の固定資産税都市計画税の負荷に関する事務を行っています。3納税室は市税の徴収や滞納処分に関する事務納付状況の管理に関する事務。タバコ税の負荷に関する事務などを行っています。18ページ軽自動車税事務所は軽自動車税の負荷証明および標識の交付に関する事務などを行っています。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。以上で、理事者紹介及び事務事業概要の説明を終わります。それでは、次の不拓議案の審査に関連のない理事者、これで退席願います。お疲れ様でした。よろしいですか。え次の不拓議案の審査につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。 それでは二議案の審査を行います議第63号京都市市税条例の一部を改正する条例の制定についてほか1件以上2件を審査いたします本件はいずれも市税条例の一部改正に関するものですので審査は議案についての説明を一括して聴取した後一括して質疑を行うことといたしますそれでは理事者説明願います大江総務長 着席ししてて説明してください、はいはありがとうございますそれではまず市長選決による承認案件についてご説明いたします議案説明資料の議7ページをご覧ください議案説明資料議7ページでございます法第1号京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について市長選決でございます 1条例改正の趣旨ですが令和6年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月28日に成立し3月30日に交付されたことにより土地に係る固定資産税および都市計画税の負担調整措置の継続の措置等が講じられ令和6年度の市税から適用されることに伴い市税条例について緊急に改正する必要がありましたので 地方自治法第179条第1項の規定による市長選決処分により、市税条例の一部を改正する条例を制定したものでございます。2、条例改正の概要、括弧1、固定資産税及び都市計画税についてでございます。固定資産税及び都市計画税については、税額計算の元ととなる固定資産税評価額を3年に1度見直すこととされており、その際、 地価の急激な変動に連動して税負担が急激に変動することを抑えるための負担調整措置が講じられておりこの措置を令和6年度から令和8年度までの間においても継続するものです負担調整措置については商業地や住宅用地農地など土地の種類により計算方法が異なるものであり具体的な計算方法についてはそれぞれあから 議8ページにお移りをいただきまして E、U まで記載しておりますいずれもこれまでに講じられてきた措置から内容の変更はございません最後に3、施行期日は令和6年4月1日としております続きまして議案説明資料の議1ページをご覧ください議案説明資料議1ページでございます 議第63号京都市市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。1条例改正の趣旨ですが、括弧1については、令和6年度税制改正に係る地方税法等の一部改正に伴い、市税条例において必要な措置を講じるものです。括弧2については、宿泊を伴わないで入湯する者の入湯税が課税免除となる料金の水準を、 1,000円以下から1,500円以下に引き上げるものです。二条例改正の概要、かっこ1個人の市民税における特別税額控除の実施について令和6年度限りの措置として納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき令和6年度分の個人住民税の所得割額から1万円の控除を行うものです。かっこ2固定資産税及び都市計画税のア・ 土地にに係るる度における下落修正措置の継続について固定資産税の評価額は3年に1度の評価替えの際に見直されるのが原則ですが地価が下落し課税上著しく均衡失すると認められる場合に評価替え年度以外の年度においても総務大臣の定める修正基準によって修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とする特例措置が講じられており この措置を令和7年度及び令和8年度においても継続するものです。次に、E の地域決定型地方税制特例措置、通称、わが町特例についてでございます。わが町特例とは、固定資産税等の負担軽減措置にかかる軽減割合を、国の示す割合を三尺して、一定の範囲内において市町村の条例で定める制度です。ただし 地方交付税は国の示すかっこ A については特定再生可能エネルギー発電設備のうち一定の要件を満たすバイオマス発電設備にかかる課税標準の特例措置について本市における特例割合を国が示す3尺割合である7分の6とするものです。いいについては、 一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産にかかる課税標準の特例措置について本市における特例割合を国が示す三尺割合である2分の1とするものです次に括弧3入当税の免税点の見直しについてでございます現下の物価上昇によって公選浴場の利用料金が上昇している状況を踏まえ 宿泊を伴わないで入湯する者の,の入湯税が課税免除となる料金の水準を1000円以下から1500円以下へ引き上げる見直しを行うものです。議3ページをご覧ください。3、施行期日は入湯税の免税店見直しにかかる改正は令和7年1月1日からその他の改正は交付の日等からとするものでございます。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

山本修司議員おおはよようございいまますすろしくお願いしく願私からは、ですね市税条例の改正についてということで、えー、まず質問に入らせていただきます。あの市長選決で、えー、市税条例を改正して、えー、固定資産税、都市計画税の土地にかかる負担調整措置の延長が行われておりますけれども、えー、国の法律が変わったので、それを受けた条例改正をすると。 いう流れは私も理解しておりますが、昨今の地価の上昇が見られる中で、市民の皆さんにとって、どれくらいの税負担が上昇しているのか、お聞かせいただきたいのと、またこの負担調整措置を取らなければ、ですねどのような状況になっていただろうかということを考えられるのか、併せてお聞かせください。佐藤前部長 はい、あの固定資産税3年に一度評価買いがありまして、この令和6年度は評価買いの年になっておりますあの。ご指摘のとおり、多くの土地であの、まあ、地価が上昇するという状況がございます。えーまあ、この負担調整 というのは、まあ、地価が上昇しても、まあ、税負担については一気に上がらずに、まあ、なだらかに上げていく、まあ、そういう措置でございまして、令、え、和、ー、6年度でいくと、宅地の78.8%が税が上がると、まあ、逆に言えばこの負担調整措置の適用を受けているということになります。なので、あのこの負担調整措置がないと、税負担も地価の上昇に伴って一気に上がるというようなことになってしまいます。 あのまあ、上昇額については、まあ、土地ごとによっても千差万別なので、あのいくらということはちょっと申し上げにくいんですけれども、まあ、市税全体で見ると、固定資産税でえと35億円、都市計画税で9億円、まあ、合計44億円ほど増収になっているというところでございます山本衆議院。 あらゆるものがね上昇している中で、やっぱり税負担というのは市民にとって非常に大きい点であると思いますし、まあ京都市におきましても寄り添った税制よろしくお願いしたいと思います。次にあの入当税について質問をいたします。京都市情報館、えー、ウェブサイトの方を拝見しまして、えー、入当税のページを拝見したんですけれども、まあ現在京都市では千、えー、円以上の 利用料金を徴収している日帰り温泉施設に対して利用者1人当たり入湯税として100円を徴収しているということですね今回その課税対象となる利用料金ラインを引き上げるという提案ですがそもそも日帰り入浴に対して課税をするということは一般的に行われているものなのでしょうかまた京都市で 入党税がかからない利用料金を基準を1000円としていた理由をお聞かせください。佐藤前部長、はい、あの入党税、まあ、法律で定められた税目ですけれども、あのまあ、日帰りか宿泊かに限らず、まあ、公選浴場を利用する入党行為については、まあ、課税されるということになっております、これはあの全国あの共通だというふうに考えております。であのえー まあ日帰り入浴も課税対象になるんですけども、えっと物価統制令の適用を受けるような公衆浴場については、あの課税の対象から外すべきだというような考え方が示されております。ま、それとは別に、あの昭和53年に国から通知がありまして。まあ、大体その入浴料金1000。円、 程度のものについてはあの課税対象からあの外すのが適当だというような考え方が示されておりまして、まあ、京都市もそれに倣って1000円というあの免税店を設けておりましたこれによってその、まあ、お風呂に入るだけのようなそのスーパー銭湯というのは結果として課税対象から外れていっていると、まあ、そういう状況がございます。 あの多都市の状況で見ると、結構あの対応はバラバラでして、免税店もっと高いところもあれば、えー、免税店がなくって、えー、公衆浴場以外は全部課税されているというような自治体もございます山本囚人そしてその多都市の今、ごれ、例を言っていただいたんですけれども、えー、本当に公衆浴場というのはね、えー、そういう目的で、まあ、公衆的な利用があると思うんですけれども、まあーパーセントを 的ななとところにりりますとやはりある程度、ちょっとこう余裕があるというか割と施設も豪華なところがあると思うのでその公衆浴場、公衆浴場以外という形の分け方ということについて京都市では検討はされたことはあったんでしょうかその公衆浴場以外をちょっと課税しようかなというようなことを考えられたことっていうのはあったんでしょうか佐藤前部長あの。制度構築にあたってあの、まあ 特に公表したという考え方はないんですけどもあの免税店どうするかというのはもちろん検討させていただきましたであの、まあ、スーパー銭湯の単にあの、まあ、お風呂に入るという行為はあの、まあ、課税対象にすべきかどうかということを考えた上で時に、まあ、この入湯税というのは温泉、まあ、に入るという行為が一種のその贅沢行為であってそこに淡税力を見いだして課税をする、まあ、そういう趣旨の。 税ですので、まあ、一般的に市民があの、まあ、土日だけであっても日常的に入るような、そういうスーパー銭湯については、短、まあ、税力があるということを認定するには至らないだろうというのが、あのまあ京都市の判断で、まあ、当時示されていた1000円というところを、えー、免税店として設けさせていただいたということでございます山本衆議院。はい、よく分かりました。 あの現在、京都市内にはです、ねまあ、温泉宿泊施設や、まあ、宿泊をまない伴わない温浴施設、まあ、いわゆるスーパー銭湯なども、まあ、いろいろな種類の温浴施設があるんですけれども入湯税の課税対象となっている施設数はどのくらいありますでしょうかまたそのうち日帰り入浴ができる施設というのはいくつありますでしょうか佐藤部長。 はいあの課税対象施設、29施設ありまして、えー、そのうち日帰り入浴があるような施設については17施設ございます、あのちなみに今回の改正というのは、まああのまあ、課税されてないものを課税されないままにしておこうということなので、まあ、そういう対象については、広く公開されているものについては、6施設ほどあるというふうに考えております。 山今あの、佐藤部長おっしゃったように、まあ、今回の改正は、えー、そうですね、えー、課税されない施設を課税されないままということにしていくための改正であるという、まあ、説明も受けましたんですけれども、課税免除の基準が1人当たりの利用料金、まあ、1000円以下から1500円以下に引き上げられるということで、<laughs> えー、現在、 例え1200円とか1300円とかいう施設もあると思うんですね、その利用料金が、そういう場合は課税対象から外れることになると思いますが、その数はどのぐらいと把握しておられますか。佐藤部長現状では4施設、あのちょっと料金区分によってすでに課税されるものとされてないもの、混ざっているものはあるんですけども、まあ、施設数でいえば4施設あるというふうに考えております、まあ、税額でいくと700万円ほどの減収になるというふうに考えております。 山本衆議院。 そうですね、まあ、700万の、えー、減収ということは、まあ、京都市にとってはあまり良くないことではあるかとも思うんですけれども、まあ、いろいろな、先ほどもお話し,しました、まあ、物価の上昇、また生活へのいろいろな直撃のことも考えますと、まあ、少しでも、えーまあ、施設を運営されている方もそうですし、まあ、利用者の方もそうですし、まあ、価格が低く抑えられるということに越したことはないので。 いろいろ、まあ色々まあ弾力的にこれからも税制について考えていっていただきたいと思っております、あのー、さらにです、ね、課税免除の基準を引き上げる説明として、まあ、現価の物価上昇に伴う公選浴場の利用料金の状況を踏まえと、えー、議案説明書に書かれているんですけれども、まあ、改正の理由についてもう少し具体的に説明していただけますでしょうか佐藤部長 はいあのえっと、昨年度に入浴、まあ、ーー施設様にアンケートを取らせていただきました、でそれによりますと、まあ、最近の,その人件費とか燃料費の上昇を踏まえて、えっとまあ、ここ3年で値上げをしたというような施設が5施設ほどあって、で加えて、また、近々値上げを検討しているというような施設も2施設ほどございました。であの 人件費、物価まだ上がっている状況の中で、まあ、もし税制度をこのままにしておくと図らずしも課税される支出が出てきたり。 あるいはその新たに税を課税されるからということで、本来、料金に転嫁すべきようなあのことをためらってしまうというようなことがあの起こりうるかなというふうに思ってまして、税制度はそういう存在になるというのはあまり良くないことですので、今般、こういう改正をさせていただいたものでございます山本衆議院。はいはい そうですね、あのアンケートを取っていただいたのは非常にいいことだと思いますし、まあ、これからもあの継続的に。 えまあいろいろな物価の状況も見定めながらまたそういう調査もしていただきたいと思っております。私もですね、えー、今年度総務消防委員会に入りましたのでまあいろいろな角度からま税制財政についても研究していきたいと思っておりますし、あの自民党の税制調査会の方でもですね連日もう真剣な議論が交わされていると聞いておりますし、まあ、国においても。 とと変化すするる経済状況を踏ままえてててて税制改正についいの議論がされておると聞いてお聞ります、まあ、京都市でも、えー、宿泊税、えー、非居住住宅利用促進税、まあ、いわゆる空き家税など、えー、市独自の税制度も出てきておりますし、まあ、税を増やす場合も、まあ、減らす場合も、えー、国で決められた枠というのはあると思うんですが、まあ、社会経済の情勢に合わせて 機動的に見直していく必要があると思っておりますまあ引き続きえ市民本位の検討を続けていただきたいと思いますしえ我々京都市会でも議論を尽くしていきたいと思っておりますえ必要に応じてまあ見直しを行った場合にはその旨をしっかりと周知していってもらうことをお願い申し上げまして私の質問を終わります,以上で,すでは宇佐美委員どうぞ 宇佐美委員あよろししくお願いいたしますあの今、入湯税の話もありましたんで、まあ、念のため確認なんですけれども、えっと、この課税対象となるのは、いわゆるこう温泉と、まあ、一般的に呼ばれている、高温を、えー、利用した施設だということだと思うんですけれども、このまあ、いろんなその営業形態、今あると思うんですよね、まあ、サウナが流行ってたりとかね、まあ、いろんなその温浴施設ってあると思うんですけれども、その えー、いわゆる温泉と、まあ、一般的に言われているものを除くその、えー、施設については、まあ、これ、入湯税の対象外という理解でよろしいんですかね、そこをちょっと確認したいんですけど佐藤部長入湯税の対象になりますのは、まあ、温泉法上に定める温泉を利用しているものでございますので、あの水道水とか、戸水を使っているものおとか、サウナというものについては、入湯税の対象には。 なりりません宇佐美ありがとうございます、まあまあ、いろいろな、ね、施設ある中で、そのまあ、今回、料金、えー、すみません、えーえー、1000円というその免税店を1500円上げられると、まあ、これ、さまざまな物価の上昇と勘案してあのされていると思うんですけれども、まあ、実際、市民の側から考えたときに、そのまあ、実際にそこの中に一つ温泉の湯船があるかです、ね、ないかで、 まあ、あの同じような施設でもその課税になるかならないかっていうふうに変わってくるとなるとやっぱり日常でねその利用されてる方にとったらあのちょっとまあ分かりにくさっていうのもきっと出てくるかなと思うんですよね。でもちろんその贅沢品だということでの課税がまあスタートになってると思うんですけれども、まあ、京都の場合ねそこまであの温泉がですね例えば別府とかのようにですねもう入湯税だけでもものすごい金額が入っているような町と違って今まであんまり温泉っていうものはあの。 多くななかかったかなと思うんですねその中でいろんな温浴施設があることのその公平性もしっかり考えていただいて、まあ、引き続きその税のあり方についてはあの検討いただきたいなというふうに思いますので、えー、要望だけしておきます。で、えー、と次にですねわ、えー、がま特例の話なんですけれどもでこれはの念のためにこれ確認だけなんですけれども今現状その特例の対象となるような施、えー 施設というかですね、設備はあるのかどうなのか、それについてはどうですかね。佐藤部長、えっと今回あの二二項目ほどあの改正に挙げさせていただいてますけども、あの両項目とも現状では対象はないというふうに聞いております。宇佐美。 ありがとうございます。まあ、あのそういうのが出てきたときのために、まあ、備えておくとこういうことで特にそれによって何か変わるというわけではないということですね、分かりました。で、えー、と次に、えーまあ、市民税の特別税額控除ですね、いわゆるこう1万円があの、まあえー、控除されるということについて、まあ、こ具体的なその、えー、手順ですね、これを確認したいなと思うんですけれども、えー、これ、今年度、まあ その市民税をお支払いいただく、えー、場合にですね。ねどういうふうな手順で市民の方に、えー、行われていくのか、えー、そのタイムスケジュールも含めて、えー、教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。佐藤部長 あのまあ所得税、住民税両方とも引かれますけれどもまあ住民税に関して言いますとあの特にあの納税者の方にしていただくような手続きはなくてえこちらの方から減税後の額をあの通知をさせていただくということになりますでまあ普通徴収いわゆる事業者の方々とかが確定申告をされる場合は6月の納期分から順次その減税額を引いていくということになりますしで給与特別徴収あの まあ給料から転引きされるというような場合は、6月分のお転引き分を引かないと、まあまあ、引かない、すみません、ゼロにするということにしまして、残りの11月の納期の中で、残税額を鳴らして徴収をさせていただくということになります。で年金の特別徴収の場合は、えーまあ、10月の納期から順次引いていくということになります。宇佐 ありがとうございます、まあ、あの確定申告をされる方は、まあ、その時に実際申告するとあここでこういうふうにあの向上されるんだなというのは、まあよくまあ、ある意味よくわかると思うんですけれども、まあ、給与からあの引かれる場合ですねで先ほども言っていただいたように6月分は一旦ゼロという形で手、まあ、引きがないとで一方で7月からは逆に言ったらその11ヶ月分に割り戻したものが、えー、引かれるということでですねこれあの 6月はまあゼロになったらゼロだなと思っても翌月からなんあの何となく逆に負担が増えてるようなですね錯覚というかですねそれになるんじゃないかというふうにも思うところがありましてそこについての,その周知をまあしっかりしていかないと何か増えてるような印象がですね11ヶ月続くというのもちょっとどうかなと思うんですよね。ですのでそこについてはあの今後どういうふうにして周知されていくのか、え。ー お答えいただけたらと思いますけど、いかがですか。佐藤部長、あの周知啓発我々も重要だと思ってます。あの全国的な数字のあの制度なので、まあ国の方でも周知はされるんですけども、まあ我々としても、まあホームページで周知をする、それと市民新聞で周知をするのに加えて、あの。 納税者個々に送っている納税書に同付している荒間市の中にもあの、まあ、制度の概要を記載しますし、あのまあ、給与特徴をされている方に対しては、あの我々から特別何かをあのお送りするというのはありませんので、あのえっと、給与支払い者を通じてあの、そういうことがされているということが伝わるように、えー、特別聴取の手引きの中にそういうご案内を入れさせていただいております。 ありがとうございます。なかなかあの実際あの日々日々のその給与明細見てるとですね、あの途中からなんかなんか高くなった印象だけが残りかねないなというふうな気もしてましてね。まあその辺あの制度をしっかりとあの市民の方にもあのお伝えいただけるようにお願いしたいと思います。えー、と以上で終わります。では加藤委員どうぞ。 加藤委員よろししくお願いいたします、えっと、何点かちょっとあの、えー、伺いたいと思います。一つは、えー、議題63号の、えー、今もございましたが、えー、定額減税ですね、その4万円の市民税分1万円の、えー、軽減措置に関わって伺います。あのー 給与所得者や事業者はこれあの6月から順次実施をされていくということになるんですがあの年金生活でいらっしゃる方は10月からということになりますつまりあの減税措置の時期に違いが出るとであのまあ現下の部下高の厳しさがある中で一刻も早くという切実な願いがある中で 同じ時期にですね実施されるような方策がなかったのか、このあたり、佐藤部長。 はい、あの減税の恩恵をできるだけ早期にというのはあの制度全体を通じたテーマだというふうなことはあの理解をしておりますただあの、まあ、年金に関しては、まあ、6月に住民税の税額が決まって、まあ、それを年金機構に、えー、お伝えをして、まあ、それがその年金のシステムに反映されて、えーまあ、控除が可能になるのが10月とあのこれがあの、まあ、全国的なあの仕組みということになっております。であのえー 年金、その4月支給分、6月支給分、8月支給分からも、まあ、税、転引きされているんですけれども、まあ、そこは前年度の,その税額に倣って、まあ、仮徴収をするという仕組みになっておりまして、その税額というのは前年度にすでに通知がされている。で えー、もし6月から引こうとするとおそういった、あのー、通知を遡って修正しなければいけないと、まあ、限られた時間の中で減税,を対応し減税の対応をしていく中で、まあ、そういうことはその非常に現実的ではないということで今のような制度になったというふうに承知をしております加藤委員まあこれはあのー、京都市単体で、ね、どうにかできる話ではありませんのでやはり、あのー。 これ本当にあの物価高の影響をすべからく受けているにもかかわらずですねあの時期に差があるというのはやはり望ましくないというふうにあの私は感じておりますこれあの非課税の方についてはあの給付というような形であの対応がされていて7万円という額なんですがこれについてもまあ前年度の所得要件が課されていて満額あの受け取れないという方もいらっしゃるということで。 結局その物価高対策で減税というふうに言うんですけれども、ねこういう個別対策をあのやるということにあの極めて限界があるなというふうに私はあの感じております、まあ、あの消費税を下げることが最もダイレクトな物価引き下げであってあの国においてはその判断が必要であるということをぜひ当局からも迫っていただきたいというふうにあの求めておきます。えー、と次にあの固定資産税 えー、都市計画税に関わってわがまち特例についてあの伺います、えーと。この説明のところにです、ね、あの本条例の不足の7条にあの規定をするということですがあのそもそもです、ね、これあの今、えー、現状ではあの対象の事業はないというお話だったんですがあの今回の規定を定めない。 という政策判断の余地が。地方自治体にあるんでしょうか。佐藤部長。はい、あの。えっと、わが町特例。の対象になっている施設さまざまございまして、まあ、京都市に。まあ、存在し得ないようなもの、例えば、その津波対策的なものとかは。あの、はなから。その、定めないということはしております。ただ、あの、京都市にあり得るものについては、定めておかないと、まあ、この特例。 自体を適用できないあるいはあの仮に適用しても違法になってしまうということですので、まあ、そこは定めておく必要があるというふうに考えております、はい、分かりました、あのこれ、2つに分かれておりまして、このバイオマス発電設備の,あの負担軽減措置についてなんですが、 この一般木質農作物持つ残作分が新たに設けられたと、軽減割合が減少したというふうに理解したんですが、そういう認識でいいのか、そうだとすれば、その理由について、ご説明いただきたいと思います。佐藤部長あの今 改正前にある軽減割合に比べると確かにあの、えー、減少したということになりますあの、まあ、この辺はそのいわゆる買い取りフィット制度との関係であの、まあ、採算が取れにくいものは軽減割合をより強く採算が取れるものについてはそもそも軽減がないというようなあの仕組みになっておりまして、まあ、その辺りを加味して、まあ、あの国であの区別をされたというふうに理解をしております。 加藤委員実際の運用の中での実態を反映した改正だというふうに理解をしました、あのもう一点の,あの都市再生特別措置法に基づき、定めた都市再生整備計画に基づくものですね、この、えー、滞在快適性向上区域。 地域の,あの一体型滞在快適性と向上事業におけるあの負担軽減措置ということなんですが、先ほどもあ,のありましたとおりあの、この法に基づく、えー、計画に定められた、えー、地区指定というのは、洛西ニュータウン地区、えー、清水祇園地区ということで、事前に資料もいただきましたが、これはあのそれに一連位置づけられた事業については、 実績がないといとうお話でありましたこれ、確認なんですけれども、あの今回、わ、えー、が町特例が導入されたということであって、あの従前からこの課税標準の特例措置、すなわち固定資産税等の軽減措置はあったと、こういう理解でいいでしょうか。佐藤部長 こちらはあの新規だということでございます。あ、すいません。失礼しました。訂正させていただきます。あの現行は2分の1ということで、あの決まってたわけですけれども、そこにあのえー、我が町特例が導入されて、一定の範囲内で自治体の裁量が加わるようになったとそういうことでございます。加藤委員 わかりました。まあ、あの、ちょっとこういう全体について、あの、この議案の、あの。今ご答弁いただいた、内容を踏まえて、あの、賛否を決めていきたいと思います。終わります。では、青野委員、どうぞ。青野委員。 あのよろししくお願いをいたしますあの私の方からは、えー、この個人の市民税、いわゆる定額減税、まあ、このについて、えー、ちょっと質問をしたいと思います。あのまあ、そもそもです、ね、これちょっと、これ見てると、6年度かぎりの措置としてということで、工除を行うと、こうありますけれども、まあ、改めてです、ね、この、えー、取り組みの目的、意義ですね。 このあたりどのような認識をされているのか、もう一度改めてお聞きをしておきたいと思います。佐藤部長、あの定額減税デフレ脱却のためのお総合経済対策において定められたもので、あのまあ賃金が物価のお上昇に追いついてないという状況の中で、まあ課食分所得を下支えすることで、えー、国民の負担を緩和する、まああのそれが目的だというふうにされております。佐藤委員。 えまあ、あのおっしゃっているようデ出入れ完全脱却のためのです、ね、総合経済対策、これ、昨年、閣議決定後です、ね、進められて、えー、予算補正予算等もです、ね、この可決をされてと、まあ、こういう流れの中で、いわゆる非課税世帯の方々には給付を、そしてまた、いわゆる課税だけれども、あのやはり一部課税しているためにです、ね、受けられないと、こういった方にも、 まあ、給付をしていこうと、まあ、こういうとこい流れがありましたこれはあのこれまでも取り組んでいただいた、でまあ、当時、だからこのことは結構あの、新聞等でも報道されて、多くの方がですね大変こう関心を持ったんですけれども、で今回は、これはまさにこの物価大対策、物価高対策の一環でもあるし、そして一方では賃上げを、これが今、なんとか順調にですね、 今と言ってますこれが中小の方に行き渡るかどうかというのが、今、大きな課題でありますけれども、この時期に、この6月という、多くの給与所得者なんかは、ボーナスの時期になりますから、この時期に、この賃上げの効果が、これからというまだですけれども、この時期に、先ほどおっしゃった価し処分所得の、これを少し底上げをしていこうという、そういう趣旨で,で、この定額減税をやっていこうと。 いいよいよこの,この時期に来ているということで、あのー、そのことをです、ねまあ、多くの方がうもうピンと来ていないというかね、そういうこともあるかと思います、で先ほど、あのやっぱり周知のお話もありましたけれども、今、こういう一連のこの流れの,この周知の仕方、市民新聞でやってます、ホームページもやってますと。 まあもちろん国の事業でもありますから国でもやってますということですけれどもまあなかなかやっぱり浸透していないというかご理解いただけていないようなねこういうに私は実感あるんですけれどもそのあたりの認識、今後のえまあできればこのまあ税のね担当ですからここだけでどうのこうのという話ではありませんけれどもあの税を担当されている立場としてですねこれしっかりとご理解いただいてそして喜んでいただけるような。 6月はなかったから次の月が出てきたんでね、負担が増えたんちゃうかみたいな、こういうようなことはやっぱり思っていただいたら、やっぱり残念でありますので、そういった意味で、そのあたり、もう少し具体的に、もう少しその取り組みの方向性みたいなものを聞かせていただきたいと思います。佐藤部長このこの定額減税税しっっかりとととご理解いいいたただだだくことは非常にに大切ううふうに思ってますあのただまあ税いろんな 制度の説明をしていかなければいけない中であの、これだけをなかなか掘り下げるというのも難しいので、あのまあ、国がされている周知、まあ、その辺と連携しながら、まあ、全容もちゃんと理解いただけるような、まあ、そういう工夫を考えていきたいというふうに思います青野委員、全体でこ、こ,こういう制度であると、こういう趣旨であると、こういう目的であると、まあ、その中の一部でございますから、確かにね。 その全体をどうか各局とも連携しながら、しっかりやっていっていただきたいと思います。であのまあ、改めてでございますが、これ、内閣官房の資料ではです、ね、住民税所得税の課税対象というのは、9500万人、特にね、数字が出てるんですけれども、あの今回のいわゆるこの京都市の住民税、今回の,この対象となる方、 これ大体人数的に何人いらっしゃるんでしょうか佐藤部長、はい、納税義務者ベースでいくと、万人ございますあ青の委員、やっぱり大所帯ですね、やっぱりね、京都市は63、あのー、今回は、今回限りということもあります、まあ、今後もどうなるか分かりませんけれども、一、まあ、つ、今、置かれているのは今回。 この物価高をしっかり乗り越えていく、そして賃上げにつなげていく、そしてデフレ脱却していく、その一つの、の今回、絞ってやっていると、こういうこともあって、大変タイトな中で取り組みをされて、本当にご苦労されたと思います、先ほどもねもう少し、こういう方は早くできないのかという、そういうお声も実際、私も聞いたりもします。 しかし、その辺もご理解いただけるようにね、それも含めてやっていただけたいと思います、本当にタイトルの中でやっていただいたので、とにかくせっかく頑張っていただいてますんでね、異論のないように、ぜひともお願いしたいと思いますま、最後、ちょっとその決意だけね、聞かせていただいて終わりたいと思います。佐藤部長 あの定額減税、国民納税者の皆様にあの恩恵が及ぶというものでございます、あの確かに12月に決まって、3月に法改正が行われて、6月にはもう通知をするということですので、非常にその実務的には対等でございますけれども、まあ、決まった以上はしっかりとやりきるという姿勢で臨んでまいりまほ、はい、他にございませんかなければ以上で、付託議案に対する質疑は終わります。 それでは次の報告聴取に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした次の報告聴取につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います準備が整いますまでしばらくお待ち願います それでは京都市土地開発公社の解散に向けた取り組みの進捗状況についての報告を聴取いたします理事者報告願います山口関西契約部長着席して報告してくださいはい、ありがとうございます、えー、それでは京都市土地開発公社の解散に向けた取り組みの進捗状況につきましてご報告をさせていただきます総務消防委員会資料の1ページをご覧願います 京都市土地開発公社につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、昭和48年2月に設立されて以降、公共用地の先行取得を通じ、本市のまちづくりに貢献してまいりました。しかしながら、社会経済情勢の変化に伴い、公共用地の先行取得の必要性が低下し、仮に先行取得が必要となっても、本市の土地取得特別会計により対応することが可能であることから、平成24年度に、 公社の今後の在り方にかかる方針を定め公社保有地の解消に伴う財政負担ができる限り本市財政運営に大きな影響を与えないよう平成25年度以降15年をかけて全ての保有地を解消した後公社を解散することといたしました併せてそれまでの間は公社において可能な限り有利な条件で資金調達して保有地の母価の増加を圧縮するとともに 公社経営において本市の財政負担が生じないよう公社の管理経費を極小化することといたしましたこの方針を平成25年4月22日の経済総務委員会にご報告し以降令和9年度までの公社の解散に向けた取り組みを着実に推進してまいりましたまた平成25年3月の司会における付帯決議を踏まえ方針におきまして毎年度当初の委員会に解散に向けた取り組みの進捗状況を報告しており 本日、えー、令和5年度末までの取り組み状況につきまして、ご報告をさせていただくものでございます。なお、後者の今後の在り方にかかる方針については、委員会資料の2枚目、理面4ページに参考として概要を掲載しておりますので、えー、後ほどご参照いただければと存じます。えー、それでは、令和5年度末取り組み状況についてご説明いたします。なお、金額の単位につきましては、100万円または億円単位で表記しており、 単位未満死者誤入で多数処理を行っておりますのでご了承願います資料1ページの1令和5年度保有地縮減実績でございます令和5年度は2件の保有地を本市により買い戻すとともに1件の保有地を本市以外のものへ直接売却を行い合計で3件6億2700万円の母価を縮減しました2ページをご覧願います2 公社保有地母価額の推移でございます。本市が公社から保有地を買い戻すとともに、本市以外のものへの直接売却を進めた結果、令和5年度末では方針策定時点に比べ、144億円減の43億円となっております。次に3、公社準備金の推移でございます。公社準備金は令和5年度末において10億5000万円となっております。 公社から本市以外のものへ直接売却するとき、時価が母価を下回る場合、公社準備金によりその差を埋めるため、準備金が減少しますが、母価を上回る価格で落札されたときは、母価を超える差額を公社準備金に積み立てております。次に4、金利負担額の推移でございます。平成25年度に借入金を定理の公社債中心に見直した結果、金利負担は大幅に減少しております。 なお、令和4年度は平成29年度に発行した第4回公社債の償還のため、第5回公社債を発行いたしました。現在の市場環境から第4回公社債に比べ金利は上昇しましたが、金融機関からの直接融資に比べ定理であり、金利負担の軽減に努めております。次に3ページをご覧願います。5、管理経費の推移でございます。 平成25年度からの役員体制見直しや先住職員廃止、校舎への本市職員の派遣廃止等の継続により管理経費を極小化しております。令和5年度は500万円となっております。次に6、駐車場経営や保有地の貸付収入の推移でございます。校舎の管理経費を賄うため、駐車場経営や保有地の貸付により財源を確保しております。 なお、駐車場の契約台数の減少により収入減となっておりますが、令和5年度におきましても、1200万円を確保し、公社の管理経費を賄っております。次に、7、今後の取り組みでございます。令和6年度以降につきましても、本市による買い戻し、及び準備金により売却時の損失を処理することができる範囲で、公社から本市以外のものへの直接売却による保有地縮減に積極的に取り組み、 保有地の縮減にかかる本市財政負担額のさらなる圧縮に努めてまいりますまた平成25年2月市会における付帯決議を踏まえ校舎の今後の在り方に係る方針に基づいて令和9年度までの校舎の解散に向けた取り組みをしっかり進めてまいりますなお5ページには別紙1として令和5年度末の校舎保有地一覧を添付しており1先行取得の目的に沿った利用を図る予定であるが 事業が中断しているものに先行取得の目的に沿った利用が見込めず他の目的での利用または本市以外のものへの売却を検討するものの2つの分類で記載をしておりますまた6ページ以降に別紙2といたしまして各保有地の箇所図を記載しておりますここでは保有地ごとの説明は省略させていただきますがご参照願えればと存じます報告は以上でございますよろしくお願い申し上げます ただいまの報告について、何か質問はございませんか。お二人ですかね。では、島、えー、本、えー、副委員長、どうぞ。島本副委員長、はい。よろしくお願いいたします。<laughs> この今、ご報告いただきました土地開発公社につきまして、先ほどご,せあのご説明にもありましたように、平成25年の1月のときに、15年間で解散するという方針、議会にこちらの方に示されまして、こちら、議会ではですねあのその年の3月の議会のときに、公社の解散に向けて確実な実 こうを強く求めるっていう不対決議、先ほどもご説明にもありましたけれどもね、えー、この不対決議をつけまして、以降ですね、えー、京都市市が取り組みしっかり進めることを求めてきたという経緯があります。で、先ほどの今のご報告ではですね、令和5年度 5年度は、えー、京都市による、昨年度ですね、京都市による買い戻しというのが2件、で、後、え、者、ー、からの直接売却が1件、合計で6億2700万円でしたか、この母貨が縮減されたということでしたが、えー、このね、令和9年度までに、 まあまあ、あの保有地を解消し、えー、公社を解散するという、この平成25年の策定された方針におけるこの計画と比較、推、え、移、ー、の計画と比較してです、ね、現在の保有地解消の進捗状況、どうなって、どのように判断されてますでしょうか、お願いします山口部長、はいえー。保有地の解消の状況についてでございます。 この間平成25年に策定いたしました方針の計画を上回るペースで縮減を進めてまいりました令和4年度本市決算におきましては21年ぶりに特別の財源対策から脱却でき財政状況に一定の道筋が見えてきたというこうした中令和5年度におきましては3年ぶりに本市による買い戻しを2件行ったほかです、ね、公社からの直接売却ということを1件行っております えー、保有地縮減計画、えー、令和7年度分までを前倒しで達成しているといった状況にございます島本副委員長。 計画はあの上回って取り組み進めていただいているということですね、まあ、今後の,あの金利負担を考えましたら、1日でもやっぱりちょっとでも早い方がですね早くこの保有地の縮減、進んだ方がですねえ市の財政負担の軽減にもつながると思いますけれども、当然、財政状況もですね見ながらということになると思いますけれども、もともとの計画の令和9年度末までとされていた保有地の解消ですね、後者の解散時期、これもですね、 あのそのペースこのペースでしたら、前倒し、ね、できるんじゃないかなとか、するかどうか、できるかどうかというようなことについてね、そのようなことについてはどう考えられますでしょうか、またね、えー、っとこの6令和6年度について、えー、今年度ですね、はどのように、ね、取り組んでいかれる計画か、この2点、ちょっとお願いいたします。山口部長 はい、ありがとうございますあのまず1点目の、えー、保有地の解消、また公社の解散時期の前倒しということでございます、えー、令和3年度に行財政改革計画を策定した当時と比べますとその財政状況、一定改善してきているという状況にはございます、まあ、しかしながら依然として厳しいということには、まあ、変わりはないのかなと考えております 令和5年度末時点の公社保有地の母化としましては依然として40億円を超えているという中で短期間で本社をか本市が買い戻すということにつきましてはやはりその財政上の負担が大きいということで考えておりましてできるだけ早期の保有地解消の必要性ということに関しては十分認識しておりますけれども引き続き状況を見極めながら可能な限りの取り組みを進めてまいりたいと考えております。 それと2点目でございます令和の6年度の取り組みでございますけれども現在買い戻し予算を第2次予算編成の中で要求をしているという状況にございますこの後ですね司会の方にご提案をいたしましてご議決いただきましたらその予算の範囲内で 保有地の解消を着実に進めていきたいということで考えておりますし、またその後者からの直接売却。まあ、これは可能な保有地がございましたら、売却に向けた準備も進めていきたいと考えております。以上でございます。島本副委員長そ。そうですね。あのー、この間の骨格予算でしたしね。これから本予算、そういったことを組んでいってね、えー。具体的に考えていくんですね。よろしくお願いします。まあ、あの、できるだけね、これ、えー、なるべく早い時期の保有地のこの解消とか、公社の解散。えー、ね。 あの着実にしっかり進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、あの令和5年度におきましてもです、ね、これ、先ほどの報告でも、校舎が本市以外に直接売却したという保有地が1、えー、件ありましたね、で、あのまあ、本市の、市の京都市の財政負担の軽減、考えますと、やっぱりこれ、 き引き続きまして、ですねこれ、後者から直接、こういった直接売却、これ、積極的に進めるべきと思いますが、この辺見通し、いかが、まあ、どのように考えておられますでしょうか山口部長、はいえー。令和9年度までの解散に向けまして、後者といたしましても、積極的に直接売却、まあ、こういったものに取り組んでいく必要性、重々認識しているところでございます。 これまでからも公社から直接売却による保有地の縮減ということにも取り組んでまいりました、現在残された保有地でございますけれども、推計時価より母価が上回る保有地ということになっておりまして、公社の準備金で売却時の損失を処理できる範囲にということにはなりますけれども、民間に売却可能な保有地が。 ありましたら、後者からの直接売却を図りまして、本支負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。島尾副委員長、はい、よろしくお願いいたします。まあ、あの、え、すみません。まあ、あのこれまでのね、こういったあのご努力していただいた結果、保有地の解消をね、進めてこられた結果、で、えー、あとね、場所とか形状とかですね。 えそういったところでやっぱり公社から民間で直接売却難しいという土地も残されているようでありましてね、保有地の解消、それは簡単なことでは容易なことではないということは分かりますけれども、予定通り、しっかりですね令和9年度まで、9年度末まで、もう今、6年度に入りましたんでね、解散できるよう、しっかりねえ取り組んでいただきたいと思いますが、最後。 その辺の決意につきまして、どうお考えか、決意をよろしく、ちょっとお聞きしたい、お願いします神田財務担当局長、はいえーと。土地開発公社ですねあの、やはり直接売却できるところについては売却を進めてまいりたいと思いますけれども、あのどうしてもやはり難しいと思われる課題の多い土地が残っておりますので、えー、ある程度、市も負担をしながらです、ね、解、ま、消、あ、を進めていかないといけない。 やはりあの私も国で地方財政の業務をやる中で、まあ、こういうような状況に陥っている土地開発公社、多く見てございましたけれども、えー、なかなか一発逆転というのは難しいので、やはり市としてもです、ね、まあ、これ以上の市民負担を増やさないという方向で対応していく必要があるのかなと思ってます、そのためにはです、ね、あの放置しておきますと、やはりあの公社債の借り換え等々で財政負担が増えてまいりますので、できる限り早期の解散、土地の解消と。 ということを取り組んでいくということは非常に重要だと我々としても認識をしているところですなかなかあの43億円ございますので1年で一気にというのは難しいんですけれどもえー、まあ速やかに着実に財源を確保しまして速やかに解消こうしたの解散につなげられるように取り組んでまいりたいと思いますはいでは森田委員どうぞ 森田委員よろしくお願いしますえっとこの京都市がねあのなんか公共施設を作るとかその事業を予定する際にねあの安いうちに土地を取得しておく手法として土地開発公社に先行取得しておくあの取得しておくというのがあるんですけどあの京都市がねあの事業を実施する際その、えっと、土地の取得金額と利息をその公社にね の払ってあのことになっているということなんですけど、そもそもどこからお金持ってきて、その資本金はね、あの調達することになってたんでしょうか山口部長。公社、はい、の先行取得に関してございますけれども、公社に関しましてはあの、平成23年度以降は先行取得はしていないという状況がございます。でまあ、以前 まあその選行取得をする際にその資金をどうやって調達していたかということでございますけれどもまあ基本的にはまあ金融機関等からの借り入れということで行っておりましたでただまあその平成15年にまあ法律改正がございまして土地開発公社が公募債を発行することが可能ということになったことを受けまして平成17年度にまあえより定理で資金調達が可能な公社債というものを発行しておりまして まあ現在としましても、その保有地の5価の増加をまあ圧縮するということに取り組んでいるという状況でございます森田委員。えっとまあ、あの先行取得の,、ね、あの目的に沿った利用が見込めずに、他の目的での利用、またはあの本市以外のものへの,あの売却を、ね、検討するものというあの土地がある。 あるんですけどあの、まあ、京都市はね本当にあのボールが自由に使えるような場所が少ないっていうことでねあの、まあ、他の,あの都市とかやったら空き地でねあのたこ揚げやったりボール遊びができたりとかでそういうねあの市民が自由に使えるあの空き地があるんですけど、まあ、京都市なんかやったらグランドは利用料金が高いとか駐車場代が高くてね 困ってる人があの本当にくく話聞くんですあの土地を、ね、塩漬けにするぐらいになったら、あの学校の横の土地とか、削してらんと、そこは、ね、市民にあの自由に今の間は使ってていいですよっていうようなあの活用が決まるまでの間だけでもね、あのそういうあの考えはないんでしょうか。山口部長 はいえー、今現在、校舎として保有している土地がまあ4か所ということでございましてそのうちの1か所につきましてはまあ管理経費を賄う貴重な収入源として月決めの駐車場として有効活用しているという状況がございますただ、それ以外の土地で申し上げますと、まあ、その土地までの道路がないですとかまたあと区画整理事業中という土地でございまして また、どなたでも自由に出入りできるという、まあ、そういうことに関しましては、管理運営所の問題ということも発生するということで考えておりますので、えー、難しいのではないかと考えております。森田委員あの。さっきも言ってましたように、他都市ではやってたりとか、いろいろそういう。あの なんていうのかな喜ばれてることでもありますので京都市でなんでできひんのかなと思うのであのぜひねあの前向きにあのどうやったらできるのかっていうことを考えていただきたいと思いますあのまあこのバブル期は土地の価格がね青天井で上昇していってまあ弾けた途端に下落したっていうことなんですけどあの京都市がね。 銀行とかあの、まあ、そういう金融機関にね融資してもらってまで土地をね先行取得する必要が本当にあったのかっていう土地がたくさんあるということですよねあの京都市がねそのここの土地をあの、まあ、将来的に使うからこの区間買っといてくれと公社にお願いした土地がねやっぱり時間がかかって長期あの時間がかかって開けばそこを公社があ開いたって買う。 買うっていうことになってたと思うんですけど、その買う時にね、あの予算の上限などあの関係なくってむやみに土地を買うことはなかったのかなって思うんです。あの戦後からどん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 地価が上がっていって、あの制度が設立された昭和48年なんかやったらまあままた安かったけど、どん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 上がっていってバブルの時なんかたものすごく高い時にね、その時にあのこの土地空きましたけど。 今あのその当時に比べたら、何倍になってるんですけど、本当に勝っていいですかと、京都市にそのお伺いがあったのか、で、ああ高いけど、その土地は必要やから、絶対買っといてくれって、京都市がゴーサインを出したのか、それはあのいかがでしょうか。山口部長 あの校舎の先行取得でございますけれども、こちらについては、京都市からの依頼に基づいて行われてきたものということで考えております、あのまあ、実際にその土地が空いたときにです、ね、その先行取得する際に、京都市のとのまあ協議をしないで,で、ね、後者の意向だけでそれを取得するといったような事例はなかったと認識しております。森田委員 ではあのいちいち、あのここあの、今やったら、前やったら10万円で売ってたところ、今やったら50万円かかりますけど、あのそれでもあの買っといていいですかっていうことは、いちいち協議があったわけですね、間違いないですね山口部長あの、事前に協議を行いますし、その条件等についても、えー、お互い確認しているというものでございます森田委員それやったらあの、なんかその時とかにね、 こんな高いものは今買うべきじゃないとかっていうあの京都市の判断としてねあのちゃんと気をつけておくべきやったんと違うかなっていう土地とかたくさんあるんじゃないかなって思います結局使う,使うことができなかった土地が塩漬けになっててしかも高い時に買ってしまったっていうことはあの京都市がねやっぱりそれは責任を感じてあのやってほしかったと思いますし今後 このようなことがね、あの、ないようにしていただきたいと思います。あの、まあ、指定管理のことでも任せっきりになってたこととかがあったと思うんですね。知らん間に、あの議,議,議会とか、市民に知らん間に校舎が勝ってた京都市が、あの,かあのと京都市のと校舎の中だけで決まってたことなので、ぜひね、あの、今後。 もうこのようなことがないように、あの指摘して、あのこの質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。え、ほにございませんか。なければ、以上で報告書書を終わります。それでは、次の一般質問に関連のない理事者は、これで退席願います。お疲れ様でした。 次の一般質問につきましても休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ちください それでは一般質問を行います昨日までに田中昭秀委員から宿泊税について加藤委員から災害防災対策についてそれぞれ一般質問のお申し出がありましたそこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますそれでは一般質問を行いますまずはじめにに宿泊税について では、田中昭員どうぞ田中委員えと先立って、4月19日ですね、松井市長が、えー、持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会に対して、まあ、宿泊税導入5年間の検証と、宿泊税の引き上げについて諮問をされたとされております。えー、市として えー、税率の引き上げありきなのか、また論点があるならどのようなものなのか、えー、諮問の趣旨をお,お示しをいただきたいと思います。佐藤部長 はい、あの諮問の趣旨についてでございますあの宿泊税条例で5年ごとにあの総括的に検証するということになっておりますあの令和5年10月で5年を迎えたんですけどもちょっとこの間コロナであのだいぶ状況が違うという部分もありましたので、えーまあ、5年の段階でデータを示、まあ、それを分析しつつ、まあ、今、諮問をさせていただいたというようなことになっております。であの 以前からあの司会の方であでご質問をいただきまして、誠意気なく検討するということをお申しておりましたけれども、まあ、宿泊税を引き上げて観光課題を解決するというふうにされました松井市長の公約を踏まえて、まあ、今般あの、諮問をさせていただきました。で有識者会議の方では、まなデータととかか状況とか指導をお、まあ、鑑みて、 えーまあ、客観的に議論を進めたいということを言われておりまして、まあ、税率の引き上げについては確実に論点ではありますけれども、まあ、それありきではございませんで、えーまあ、財政需要とか税率区分の在り方、まあ、課税免除の対象とか税収の使途 周知とか市民理解の取り組み、さまざまなことが論点になるというふうに考えておりますので、あ,のあらゆる点について検証を行って、必要な見直しを行っていきたいというふうに考えております田中委員。4月15日の会議、どのような議論があったのかということと、本格的な議論はこれから進んでいくと思うんですが、ご紹介いただけるものがあれば、お示しをいただきたいと思います。佐藤部長 あの先日の議論でございますけれども、さまざまかたつな,なあのご意見がございました、観光課題の解決のためには、まださまざまな取り組みが必要だということをおっしゃる先生があの多くいらっしゃいました、それと、行政需要に見合った税率の見直しを検討していく、そういう必要があると、そのためには、財政需要のボリュームみたいなものを一定示してほしいというようなことを言われております。 でえーまあ、事業者の方々、市民、宿泊者、それぞれの,あの納得を得ていくという観点から、まあ、市との拡大の必要性とか、市との効果的な発信等についても、まあ、今後の課題だというようなご指摘を受けております田中委員、まああの。引き上げるといいましてもね、えー、税率をどれくらい上げていくのか、どのくらいの税収を得る必要があるのかと、お誰にどのくらいの負担をお願いするのか。 得られた税収のを使ってどのような事業に使うのか、さまざ、あ、まあ、論点があろうかと思うんですが、えー、本市といたしまして、どのような、うん、落としどころというんですが、ど最終、着地点をどのようにイメージをされているのか、お示しをいただけますか佐藤部長、はいあの。この宿泊税の納税者の方々、あの宿泊するために、まあ、京都市外からあの京都に来られた。 方々でございます。なので、そのいただいた税収を使って何をするかっていうのは、その宿泊税の趣旨に沿った使い方をすることが重要で、まあ、そうしてこそご理解が得られるものだというふうに考えております。まあ、同時にあのまあ、京都に住んでいらっしゃる市民の理解ということも非常に大切で。 えまあ首都に関しては現在もさまざま使っておりますけれども、観光課題が大きな課題になる中で、その解決に取り組んでいくというのは、事業者の方々にとっても、宿泊者の方々にとっても、市民にとっても、皆にとって必要で利益になるものだというふうに考えてございます。あのまあ今後 税率の引き上げ幅、引き上げ方等が論点になっていくわけですけれども、先に申し上げたようなさまざまな考え方、しとなんかを議論しながら、その内容に見合った形をこれから追求していくということになると考えておりまして、現時点でなんか落としどころとか着地点というのをイメージしているというものではございません田中委員。今回、この会議のメンバーを見させていただくと、 え宿泊事業者が入ってません、関係者のまたご理解いただくためには、やっぱりこのメンバーも入れていくべきなんではないかなと思うんですが、その点についてと、また、宿泊税の場合は、実際の調子はその現場の事業者にやっていただいてますので、徴収の現場にさまざまな意見、事情も。 あると思いますので、そうした声をしっかりと拾って活かしていただきたいと思いますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。佐藤部長、はい、あの宿泊税のあり方を検討するにあたって、あのご指摘のとおり、あの事業者様のあのご意見というのはあの当然重要だというふうに考えております。あの税お金の話ですので、えー、まあ、徴収実務と制度設計っていうのは切り離せないというふうに考えております。しっかりとご意見をお聞きして。うん あの、今後の制度見直しや理解情勢なんかにつなげていくという必要があるというふうに考えております。あの、具体的には、あの、今後速やかに事業者の皆様にアンケートをして、で、あの、第二回の会議なんかでは、事業者の方に参加をいただいて、ヒアリングなんかも行う予定をしております。ただ、あの、まあ、事業者と申しましても、おそらくその事情とか、まあ、あの。 お考えもさまざまだというふうに考えておりますので、まあ、どなたか代表の方から意見をお聞きするというよりかは、まあ、数多くの意見を集め,ああの集めまして、まあ、それをしっかりと受け止めて、議論を進めていくということが重要だというふうに考えております田中委員。まあの実際にあの聴取していただいている方に対して、やっぱ今までもあの、えーとえー、いくらかのこう、えーえー 補助があったと思うんですが、これからまずその費用を上げていくとなると、その部分、事業者さんにおいても、やはりまた負担が増えていくわけでございますので、このあたりのやっぱり、ケアもしっかりしていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょう。佐藤部長 徴収、はい、事務の要はあの事業者の皆様ということでございます、あの現在も宿泊税事務取扱補助金という形で、えー、と特別徴収をいただいた税額の2.5%を、まあ、交付するということをさせていただいております、であのまあ、導入時にはシステムの整備とかも必要ということで、えー、経過的に5年間3%。 のあの補助をするというようなこともいたしました。まあ、今回あの引き上げのぜひこれから議論するんですけれども、あのご指摘いただきましたとおり、あのその事業者様のご負担というのは当然あの課題として認識しておりますし、まそこはあの受け止めてどういう対応するかっていうのはあのまあ今後の検討にはなりますけれども、しっかりと検討はしていきたいというふうに考えております。田中委員、それではあの今後のあのスケジュールはどのように考えておられるのかということと。 市長の方はあの、ご発言で、まあ、2年程度、検討時期必要だと言われておりますが、これはまた何を想定をされたものなのか、お示しいただけますか佐藤部長。あのゴ,ゴールの,あの期間を定めているということは特にございませんので、あの有識者会議においても、まあ、どれぐらいの議論を重ねるかっていうのは、あのまあ、議論しながらというところが。 ございますただあの、最短のスケジュールをご紹介すれば、えーまあ、速やかにアンケートをして、事業者の方々のヒアリングをして、まあ、それを踏まえて、えー、検討会で議論をして、まあ、夏ごろには有識者から答申をいただくとであのいうことになろうかと思うんですけれども、もしその大きく見直しをするということになれば、さらなる議論が必要ということもあろうかというふうに考えております。またあの えーまあ、条例改正を提案させていただいて、えー、ご同意いただければ、まあ、今度はあの総務大臣の同意を得るということが必要になって、まあ、同意を得て初めて正式に交付されるということになります。でもしあの税率を引き上げるとということになれば 事業者の方々のシステムなんかも改修をしていく必要がありますので、そこにも一定期間が必要になってくると、そういうこともあって、それらの総和として最短2年ということを申し上げているところでございます田中委員あの。この件につきましてはね、3月の議会のときにあの、私どもの森田議員の方うが質問をさせていただいたんですが、 えー、観光、やっぱり非常に京都の基幹産業の中で市民もこの課題意識は非常に高いと認識をしていますしそのお観光課題を解決を図る取り組みを進めるためにもです、ねえー、当然財源が必要ですし現状もさまざまな今問題が出ていますその時に松井市長がです、ね、納税者である宿泊,者、えー、宿泊客をはじめとするさまざまな あ方の皆さんがご理解を得ていく必要があると答弁を選択されました。市民の理解も含めて当然そのように思いますし、むろもちろんそのあの過程につきましても議会にも報告をいただきたいと思います。あのしっかりと議論をしていただいた上で宿泊税の活用として観光と市民生活の調和また観光の恩恵を市民がより 実感できるように実現をしていただきたいと思いますので、そのあたり、今後しっかりやっていただきたいと思いますが、いかがですか神田担当局長、はい。ありがとうございます。 えー、宿泊税ですね、あの私も東京から <laughs> 参りまして、えー、非常にあの京都で、えー、半月ぐらい暮らしてますけれどもあの、観光客の皆様を意識しない日はないぐらい、まあ、非常に特殊な土地柄だと思います、そういう中で、えー、様々ざに取り組んでいかなければならないことありますので、えーまあ、宿泊税のあり方についても、関係者ですね、あの宿泊者の皆様もそうですし、まあ、市民。 それから宿泊事業者の方々いろんな方々おりますので、まあ、しっかりとご理解いただくまた司会の皆様ともご意見を伺って、まあ、ご議論させていただきながら皆様に理解をいただけるような仕組みになるよう検討してまいりたいと思いますでそのためにもですねあのやはり徴収した宿泊税が有意義に使われるというのは非常に重要だと思います、えー、市長も変わりまして今後観光課題の解決にも一層力を入れていくと ということになろうかと思いますので、そういう観点からも、私は財政も担当しておりますので、まさにあのご指摘のとおり、市民との調和ですね、が図られるような取り組みを一層行っていけるように、努力してまいりたいと思います田中委員。局長、今回の京都をね、初めてえとおっしゃってましたが、一回また、集客が非常に 多いところね、まあえー、京都駅も議員、金閣、銀閣、嵐山、まあまあ、このあたりも一見、ねあの、回っていただいてそのと、そのところ、そのところでどのような課題があるのか、またしっかりを認識していただきながら、この議論を進めていただきたいと思いますので、お願いをしておきます,す、はい、この件に関連して他にございませんか。あ委員どうぞ 宿泊税、あの導入のとき、私もあの審議をさせていただいて、あのまあ、今回も、えー、いただいている資料を見ながらです、ね、ちょっと懐かしいなと思いながら見てたんですけど、まあ、当時ね、もともと5年で見直しという話だったんですけれど、まあ結局、付帯決議で1年半、1年6か月で見直しになったと。まあ、私もあのこ質疑している時に まああの学校がね、学校の部分はまあ課税から外れますよと、学校の行事はね、ところが保育園の宿泊事業はあの課税対象ですよというのがやっぱりちょっとこれ違うんじゃないかということをまああの主張させていただいてて、1年6ヶ月経ってまあ保育園の集団宿泊行事がまあ追加という見直しを行ったという形でね、今回、資料も見させていただいて。 やっぱりその新しいものであるからこそいろんな角度からものを見て進めていかなあかんなというのを改めて今回も過去のものを見ながら思ってたところですで、まあ、今回見直しをされる、まあ、まさにスタートに立たれた、えー、ということなんですけれども私がまあちょっと今回の資料も見ながら思ってたんですが、えー、実際負担していただくのは お越ししいいいいいたただだててて宿泊していただいてる方なんですよねもちろん市民の気持ちこれも大事だし京都市行政としてのこうしたいという思いも大事だ一方でやっぱ来られた方にとってもその支払った価値があったなっていうふうに思っていただけることもまたあの欠かせないと思いますそうじゃなかったらですね京都に行ったらお金取られたっていうだけで終わってしまって全く意味もないですからあの全く意味もないというかその共感がね得られないことだと思うので、まあ、そういう意味で 今回いただいている資料の中で、えーまあ、以前に行っていただいている宿泊税条例施行後の状況に関する調査結果概要版というものの、えー、7ページのところに、えー、宿泊税の使途についての,その、えー、要望というのが、括弧2でありまして、えーまあ、これを見てますとその、えー、市民の方にとっては、えー、やはり多いのは、 市バスや観光地の混雑感はマナー啓発がまあ一番多いなということなんですけれども、えー、宿泊者の方にとって一番多いのは、文化財、伝統芸能、伝統産業、京町屋等の京都ならではの文化の振興や美しい景観の保全、これがまあ一番多いということなんですね。これは全くそううだと思うんです あの市民がまあ観光客の方が来られてまあ感じてることと観光客の方が京都に期待して来られてることとやっぱそこにズレがあるのはこれは当たり前の話です受け止めてる目線が違いますからあのそういう意味では私はこのやっぱり文化財とかね伝統芸能とか伝統産業とかやっぱりそういったところにもしっかりとその私たち、まあ、観光客の方が払っていただいた。 その資金が使われているっていうことがより一層伝わるようになっていくことも私は大事なんではないのかなというふうに思います。で、今までの授業をずっと見させていただいて、もちろんそういうところもあるんですけれども、どちらかというとこうえーハード的な話であるとか、その混雑緩和のことであるとか、これももちろん市民側から見たときには大事な話だけれども、やはり観光客お越しいただいた方があ私たちが払っているその 税金が目に見える形で京都にその京都の良さに生かされているというところは私はあの今後、市ともさらに深く検討していただく中で必要なことではないのかなというふうに思うんですけれどもまあその辺について今,今何私まずは要望みたいな形になるんですけれども今のお考えあれば教えていただきたいんですがいかがでしょうか佐藤部長 はいあのまあ、有識者会議であの使途の具体をうんぬんということはないんですけども、やはりその税制度の在り方を検討するにあたっては、まあ、不可分なところだというふうに思っております、あのまあ、そのえ市民の方々にも事業者の方々にも当然、宿泊者、納税者でありますので、まあ、そ宿泊者にもあの利益になって納得がいく事業を行い、まあ、それにあの税収を当てていくということは当然必要だと思いますしまたあの、 そのお伝えの仕方周知についても、あのまあ、やってますけども、なお課題だというふうに考えておりますので、まあ、そこはしっかりと受け止めて検討していきたいというふうに考えております、まあ、ぜひあのあ、払ってよかったなと思っていただける、逆にこう払ったことによって、自分たちもこの京都の良さを生かしていく取り組みに参加できてるんだなっていうふうに思っていただけるような、そういう、やっぱりちょっと京都でないと、この価値がなかったなと。 というふうに思っていただけるようなものにすることによってまあファンが増えていくということにもつながってくると思いますからまあその辺はあのまた引き続き議論していきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします以上です他にございませんかそれでは一般質問の途中ですが午後一時まで休憩いたします